実は料理中にカメラの温度が上がっちゃってカメラ撮れなくなっちゃったりして、ちょっとずっとテンパってた。今やっと落ち着いてきた。ご飯食べて、ちょっと最近カロリー少ない生活をしすぎたので、今日から3日間はカロリー高い生活をしてみようと思って。でも1日1食だったら太るのか太らないのかっていうのも私も気になる。うまっ。適度に辛い。カルボプルダックよりは辛くないかもしれないですね。だってチーズもいっぱい入れたから、チーズと絡み合って程よいまろやかさ。さすがにお茶ないとでもきつい。プルダックとか私1ヶ月以上ぶりに食べた。なんか一時期食べ過ぎて飽きちゃったのもあるし、でもロゼプルダック初めてだけど美味しいわ。本当はヤンニョムチキンを作って上に乗せるか迷ったんですけど、めんどくさいし、多分ワンチャン唐揚げの衣とこのプルダックのソースが絡み合ってヤンニョムっぽくなるんじゃねって思ったんですけど、ヤンニョムっぽくはならんけど、普通になんか辛味チキンみたいな感じで美味しい。ひなもでもこういう醤油系のラーメン食べるの久しぶりや。うん、あれめっちゃ美味しかった。韓国麺リアルチーズラーメン、リアルチーズラーメン好きやと。マジチーズって感じのラーメン合うんって思うやろ、うん、思う。あ、合うねん。合うんや。うん、もうチーズがのなんかチーズソースが入ってんねんけど、それがマジチーズやから、うん、追加でチーズ入れんで。へえ、もうがっつりチーズなんで。うんうん、うん、
ストレス溜まってるからそういうのも食べたいなと思い出して、もう一口で十分だな。後悔する絶対。そう、それを割って飾ってるだけ。もうコチョウランもせな。ね。1年以上あの状態。やっていい？あ、いいよ、やって。やった。やろ。ひなが片付けてる間。うん。あ、それがいい、それがいい。このハウルのやつってさ、レコード買った。え、めっちゃいいやん。流していいよ。と千と千尋も買ってんけど、うん、サントラやと思ったらなんかイメージあるわみたいな。マサハウルはセントラ。そう。ええやろ。めっちゃいいやん。ジブリ美術館、あ、美術館ちゃうわ。あっちで買った。名古屋で。あ、ジブリパーク。うん、おい、もらえ。いいやつ買うな。最高やろ。うん。なんか一番今まで買ったレコードの中でちょっと羨ましいと思う。やろ。うん、最高。ごちそうさまでした。うまっ、うん、チャーシューも、白ご飯欲しいなってしまう。ラーメン、ラーメン食べるとさ、ご飯頼む、ラーメンが多くない。あと量も。余裕やねんけど、なんか背中ついてたの。一食目やから分かんない。ごちそうさまでした。はい、ということで3日間1日1食なら好きなもの食べても太らないのか生活、太りました。いや全然太りますね。うん、痩せる気配が全くありませんでした。まあ1日1食で、まあ普通の食事くらいだったらね、もしかしたら痩せるのかもしれませんが、私の場合1日1食でめちゃくちゃね、私が大食いなので食べちゃうので、全然カロリーが追いつかないということですね。1日1食だとしても食べ過ぎたら太る、こちら教訓にいたしましょう。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか。ラーメン食べたくなった、1日1食でもダイエット頑張ろうって思ってくださった方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。 TikTok もしてます。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。